ちゃったシーズン1の参加者のゆきぽよです。お願いします。これどうだったの、あれが終わってから1年ぐらい経つけど、はい、いやー本当にいい経験ですね、あれは、うん、もう人生で一番いい経験でした。キラキラしてました。でも若いのによう戦ったな、あの中で。本当にバッチバチっすよ。バッチバチでしょだって長い間一緒に顔合わせたらやっぱり嫌な部分も見えてくるでしょ。嫌なとこしか目つかなくて純粋に仲良しにはなれないもんね。どうなの、ローズセレモニーの時のやっぱりその気持ち。待ってる時は本当にバックバクです。もう呼ばれるか呼ばれるかと思って、呼ばれた瞬間の安堵、もうなんか背負ってたものが全部ふわって消えて、よかったって、まだ結婚しようとしてくれる女性のうちに入ってるんだって。そうやな、思いますね。ちなみにあのローズもらえない場合っていうのは、もうそのままガチで、もう本当にローズもらえなかったらもう女の子にバイバイも言えず、もうそのまま玄関で、玄関行ったらリムジンが待ってて、もうそのまま行かなきゃいけないから、荷物とかも全部ローズセレモニー前にまとめるんですよ、みんな。あ、みんなもう帰れる、全員も帰る準備はするんだ。はい、過酷。全部まとめて、よし持ったって言ってローズセレモニー、カメラ止まりましたで、ありがとうね、ごめんね、私ここで帰るけどみたいな。ないない、ない、ない、全くない。ちなみにどうですか、今このシーズン2を見て。レベル高いですね、女の子の戦略、うん、戦略もレベル高いし、顔面偏差値もやばいし美人多い、やっぱり美女でしょ。バチラーはどう、親父さん。ぶっちゃけ全然クボリンよりタイプですさあということで、はい、まあ、次のステージへ進む15名が決まりましたけれども、最初はどう、顔が可愛いモデルさんの、若尾さん、若尾さん、はいはいはい、まあ、なんかそのインタビューとか女性の前では結構強気な感じだったけど、お二人で喋ってる時は全然謙虚そうというか、出さないね、うん、確かにすごい頭いいな、まあ、かなり使い分けてる感じだよね、うん、でライバルはいなかったんじゃないですか。ライバルはいない、だって他にバラもらってる人がいるのにライバルいないって言ってるのがすごいですよね。でもあの自信が崩れ去るとこ見たくないですか。ちょっと見たい最後泣いて泣いて、もうなんか滑走路に置き去りにされるとこ見たくないですか。ちょっと早くもうそこは見ろみたいな期待しちゃうんす、それは。あとちょっとこう個性的だったので言うと、あの安藤キラリさんとかね。顔可愛かったですね。可愛いんだよね、うん、あらバチェラー見つめる時の顔とか、あとなんかなんだろう、すっごいエロそうじゃないですか。わかんないよ、まだそんなに目がなんかじっとりしてて、うん、エッチな顔してる。まあ男基本エッチな子は嫌いじゃないですよ、ね、嫌いじゃないですよ。どうでしょう、それぞれ推しメン決まりました。俺は変わらんけど、でもね、やっぱ岡田さんに今グラグラしてる、ね、いや、そうなんですよ、私も岡田さんがいいなって思って。岡田さんはいい、ファーストインプレッションローズでね、そうそうです、ドヤ顔するわけでもなく、うん、ちょっとこう控えめな、でも嬉しいみたいな、うん、持って生まれた性格としか覚えないリアクションやんな。で、あの笑った時に歯がめちゃめちゃ綺麗だったんですよ、歯茎と歯と歯茎やろ。歯茎ってそんな見てるんですか。いや、歯と歯茎はやっぱりこれご両親の愛をがないとやっぱりね、綺麗にならないんで、歯は性格絶対ような気がする。小悪魔かもしれません。小悪魔さんある、小悪魔かもしれない、それ見抜けないなら本当に見る目ないですね。多分だから結婚できない。うるさい、うるさい